夢ラジオ第6857回今日は令和6年10月8日火曜日です時刻は午前8時横浜港北曇りの朝ですね学校に行く子供たちの列が見えますよ午前8時もうそんな時刻ですねさて夢ラジオ今回は マルクスが主張した疎外、パート2です。マルクスが疎外を主張しました。それのパート2、以前一回お話はしております。前回のお話では、マルクスが言ってた疎外っていうのは、自分が作ったものによって自分が苦しめられる。自分が作ったものが離れていって、 自分によそよそしくなる。ドイツ語では離れるという説頭字は ent で、よそよそしいってのはフレムトというこういう形容詞がありますよね。で、ドイツ語では名詞にするときにうんぐ。これで名詞化しますから。エントフレムドン。マルクスを理解した場合、理解したい場合、このドイツ語は知っておきましょうか。エントフレムドン。これが疎外ですよ。 で、そんな話を前回は定義しておきました。で、今回、マルクスが主張した疎外、このパート2でもうちょっと深めてみましょうね。結局、マルクスが疎外っていうのをどういうふうに使ったかというと、それはあの、一般的に言われてる僕は一りぼっちなんだとか、ね、僕は仲間外れにされてるとか、 僕は誰ともコミュニケーションができないみたいな、ああいうバカバカしい阻害ではなくて、今日本ではそんな風に阻害って使われてますよね。じゃなくて、労働阻害なんですよ。結局、マルクスが言ってた阻害っていうのは。つまり、労働者は、実際に自分が働いているわけだから、ね、実際に自分が働いているわけだから、本当は主体でなきゃいけないんですよ。 でね、この労働するものこそ主体である。労働するものが主体であるっていうのは、ヘーゲル哲学の主導論。主人と奴隷論。あそこでバッチリ言われてましたね。で、このヘーゲルの主導論を、カール・マルクスは、そのまま、なんかもう、パクっちゃってるわけですよ。まあ、別に、師匠の教えを、 土台にして弟子が展開していくっていうのは十分あっていいわけですからパクっちゃったみたいなちょっとあのねからかうような言い方よくないかもしれないけどまあヘーゲルからそのまま持ってきたわけですねシュドローをヘーゲルシュドローをマルクスはその自分の理論の根幹に据えてるわけですだからこの意味においてはねマルクス主義はもうヘーゲル主義なんですよこれはあの リスナーの皆さんと共有したいと思います。マルクス主義はヘーゲル主義なんだよ。で、その、ヘーゲルにおいても、作り出すものが、これ奴隷ですよね。で主人働かないわけでしょヘーゲルにおいて。作り出すものは奴隷ですよ。だって労働やってんだから。で、その奴隷が、 働かない主人にゆくゆくは取って代わる。なぜなら彼こそ主体なんだから。これがヘーゲルシュ論ロンなんですよ。だから奴隷がいつはでも奴隷じゃないんですよ。働かない主体を取って代わるんだとで。これもマルクスに諸にあの受け継がれましたよね。これが革命じゃないですか。プロレタリア革命じゃないですか。マルクスの。で、 マルクスに戻りますと、その労働者こそ本当は主体。だって働いてんだから、資本家は働きませんよ。もちろん、資本家は体を動かさない代わりに、もう日々、一回の労働者には耐えられないような日々、決断をしている。それが彼ら、資本家の労働なんだから、一緒にすんなというのはその通りなんですよ。けどば、まあ、実際に体を動かして製品作ってる。あるいは、 穀物作ってる。そういうのは労働者であり、農民。彼らの労働が、彼らのものとはならず、それが搾取されて、資本家に行ってる。つまり、労働者は自分がやってる労働に対して、阻害されてる。彼らは主人公、つまり主体であるはずなのに、労働者は、あるいは農民は。けれど、その果実が、全部、あの、 資本家の方に行くし、果実が資本家の方に行くだけでなく、その工場を作ったのも資本家。機械を揃えたのも資本家。で、労働システムを整えたのも資本家なわけですから、まあ、労働者、いわば、その資本家の、その決めた風に動かざるを得ない。彼らの労働は、1から10まで、最初から最後まで、労働者の労働は、もう、彼らのものではない。働くものが、 主体であり、働く者の果実は主体が受け取るべきはずなのに、そうなってない。これがまあ、マルクスの言う、労働阻害なわけですよ。で、だからあの、マルクス主義って何ですか社会主義って何ですかって言ったとき、生産手段の共有っていうこの答えをさっと言いますよね。あれ間違ってはいないけど、じゃあ正しいかっていうとそうでもないんですよ。 もう一回うと、マルクス主義ってなに、いや、生産手段の交流ですよ、共有ですよ、と。間違ってはいないけど、マルクス主義って何ですかって。労働阻害の是正。これを訴えたものなんですよ。だからプロレタリア独裁も出てくるんです。それはね。マルクス主義とは、労働阻害を是正しようとした試み。マルクス主義というのは、労働阻害を是正しようとしたんですよ。それはね。革命でね。 で、この面で見た場合、その労働が阻害されているっていうことは、一体、これまで実施された社会主義、歴史上実施された社会主義国で、この労働阻害はなくなっていたのか。例えばソ連で、東ドイツで、ポーランドで、ハンガリーで、ルーマニアで、チェコスロバキアで、あるいは中国でも、北朝鮮でもいいですが、そういった 社会主義の国々で一体労働阻害はなくなっていたのかなくなっていないと。むしろ、ここが面白いところですよ。むしろそういった社会主義の国では労働阻害がもっと顕著に、資本主義以上に顕著に行われ、そして、富と権力が集中し、今の北朝鮮を見てどうですか今の中国を見てどうですか 資本主義以上に富と権力が中央に集中し、そしてそれもどうですかかつての東独さっき挙げた国々どうですか労働阻害なんか一向に解決されなかった。だから、これがね、これがね、あの、今日本でじわじわっと人気が出てる、なんかニューマルクシズムっていうようなもの。 ここなんですよ。今日本でじわじわと人気が出てるニューマルクシズム、すなわち、まだ、労働阻害を是正するという本当のマルクス主義は、どこででも実施されていないんだから、これからこそ、本当のマルクス主義を、ゾゾーッとしますけど、これからこそ本当のマルクス主義を実施すべきなんだ。えっと思うけど、そうなんですよ。だから、 で彼らはよく言うのは、日本の,あのニューマルキシストをよく言うのはね、あの、ドイツ語で言うゲノッセンとかね、これ同胞って意味なんですよ。ゲノッセンシャフトっていうのは、同胞と仲良くすることっていう名詞形ですよね。あの言葉よく使うんですよ。連帯っていうのか、あの、みんなでこう、なんていうか、叩くんで、それでこう、いろんなものを分かち合うっていう。斎藤浩平さんなんかはコモンという言い方をしますよね。 で、コモンと言わなくても、このゲノッセン、ドイツ語で言う、あとゲノッセンシャフト、ゲノッセンシャフトに引って、これは形容詞形でしょう。これよく使うんですよ。みんなで、みたいなやつ。共同体、みたいなやつ。これが受けるのよ。なぜかというと、バランバランだから。特に若者バランバランだから。これが受けるんですよ。この斎藤康平さんとか、田上光一さんとか、ああいったお方々がね、 ニューマルキシストとして、こういう、本当のマルクス主義は、もっと、ね、環境問題をも解決し得る。まあ、本当かなと思うんだけど、環境問題をも解決し得る。みんなが手を組んで、共同体を作れる。そういう素晴らしい考え方なんだと。本当のマルクス主義は。それを、 今まで歴史上の社会主義国は全然実施しないどころか逆やってたから、だからダメで、その社会主義国は。けれど、それはマルクス主義がダメだったということにはならない。なぜかというと、マルクス主義の逆やってただけなんだから。このニューマルキシズムの台頭、令和新選組もね、あの、案外このラインにいるんですよ。 だからね、星から見るとなんであんな、あの、中核派みたいな、あの、極端な政党が衆議院、参議院で議席持ってんだろう。ういや、本当のマルク主義やろうっていう。この勢力がで令和新選組とか言ってるんですよ。で、日本共産党は、実は今、理論面が弱いんです。日本共産党は今、実は理論面が弱いんですよ。だもんだから、この辺についていってこれないんですよ。令和新選組なんですよ。このニューマルキシストたちが。 あの流れ込んでいるのはね日本共産党にはかないんだはっきり言って。だからこの辺日本共産党も反省すればいいんですけどねあのこのニューマルクシズムをなんとかうちこそ元祖なわけでうちこそそのこれまでのねソ連共産党や中国共産党ああいう大国主義覇権主義と戦ってきた党なんだからうちこそ日本共産党こそその本当のマルクス主義を作り出しうる。 そうなんだよって言えばいいんだけどなかなか言えないんだよね日本共産党ね理論が弱いんですよ今イメラジオ今回はマルスクスが主張した総外パート2でした